千代先生、道夫先生、はい、外反母趾が痛くてヨガでなんとかなりませんか？痛いよね。ピコピコピー、今からやりますね。まず両手を骨盤に当てましょう。肩はリラックスします。で、喉を伸ばすように遠くを眺めます。で、まず右の手で右の足の甲をキャッチ。フラフラするようでしたら潔く壁を使っちゃいましょう。壁を持ってフラフラしないように右の手で右の足の甲をキャッチ。右の肘を後ろに引いて、まず右の胸を開きます。で、胸が開きすぎると腰を反っちゃうので、腰を反っちゃう場合はおへそを真後ろにぐぐぐっと引いて、水落ちから上の背骨を引き上げるようにしましょう。では両膝がピタッとくっついているように膝をずらさないようにします。で、くっつけたらお尻の方からかかとに近寄せるように、右のお尻から右のかかとに近寄せるようにして、胸高い位置で 2,30 秒キープします。この時に逆の足、軸の足で、マットを強く踏むようにして背伸びをするような意識でいると、より骨盤が締まりやすくなります。恥骨をおへそに近寄せて、ズボンのチャックを引き上げるようにして姿勢を整えましょう。では反対です。今度は左の足、足の甲をキャッチ。左のつま先が内側に入らないようになるべく天井を向けます。で、左の膝をぎゅーっと締めるようにすると、一緒に骨盤も締まります。左の肘を後ろに折って胸高い位置です。軸の足でマットを踏んづけたら、左の膝は地面に押し付ける。ズボンのチャックを引き上げたまま胸高い位置でキープ。で、呼吸をしましょう。 2,30 秒キープしたらほどいて、足の痛み取れたかな？取れました。イエーイ。大切なお知らせ。体の歪みが原因で痛みが起きている場合は、歪みを正すことで簡単に痛みを軽減できる場合もあります。5月スタートのカイロプラクティックヨガ指導者養成コースでは、痛みを軽減する理論、これをワンポーズごとに解説しています。理論の説明ができなければ逆効果のことをしてしまう可能性があるからです。ご興味のある方はぜひ概要欄にプロフィールを貼り付けておりますので、そこからお問い合わせください。お待ちしております。